てもいいかしら。どうぞ。学校のプールで何か釣れるの？さあな、言い出しっぺの塚本に聞いてくれよ。釣れるって、この間もこんなに大きなカジキマグロが釣れたって言ってたもん。誰が？そう、男子が話をしてたのを小耳に挟んで。それでプールで釣りをしよう。バッカじゃないの？プールにカジキマグロなんているはずないでしょ。それ以前に魚なんているのかね。いるよ。塚本さん、引いてる。うわぁ！嘘。ほらね、糸でしょ。そんなことより逃がすなよ。任せてよ。何が釣れたのかしら。慎重にね。それ！あれ？何？長靴だね。ったく、お前ってやつは。次は自転車やフルタイヤが釣れるわけじゃないでしょうね。お、こっちにも来たぜ。こっちも。え、本当に？今度こそカジキマグロだよ。自転車でした。フルタイヤ。あんたたちね。来た！また来たよ！今度は自動車でも沈んでた？何気に怖いこと言うなよ。まさか本当に自動車とか？出るよ。カメ？なんでカメがプールに？そういえば昔、生物部の飼育していたカメが逃げて、そのまま行方が分からなくなったっていう話が。で、今まで誰も気づかなかったってか？気をつけて天馬。まだ暴れてるわ。また潜ったよ。引きずり込まれるわ。天馬！大丈夫かい？その声は、カラスマ君！
すね合ってるわよ。いや、むしろ会話している。テレパシーね。カラスマくん、
さん、そろそろ出かけよう。ちょっと待って、これだけ見せて。テレビ？来い、伊手さん来い、カモン。夢？
よりによってカラスマくんから一番遠い席になるなんて。実際はカラスマくんのすぐ前の席なのにね。よし、夢の中の出来事なんて気にしないで頑張ろうっと。Thank you.
おはよう、塚本さん。一緒に学校行こう。うん。